上野樹、計20時間乗船して目視でクジラ探し、途中から鬼のような軽装で探していた、俳優の上野樹が23日、都内で行われた BS 朝日会局25周年記念ウェルビーイングスペシャル、上野樹、クジラの生きる星、ニュージーランド、そして南の海へ、12月15日午後9時の記者発表に、ディレクターの加藤義人氏と共に出席した。写真 真っ赤なド派手衣装で登場上野樹里の全身ショット。上野はこれまで世界各地の幸せのあり方を紹介するウェルビーイングスペシャル番組「良き人生のヒント」オランダ編フィンランド編をナレーションで彩ってきた。そして今回ある思い思ってナレーションブースを飛び出し自身の五感で感じる旅に出た。そこには地球全体の幸せ営みを感じるそんな景色があった。 同番組を企画した加藤氏は、良き人生のヒント、オランダ編のナレーション収録をした後に、廊下で上野とクジラの話を1時間ほどしたことを明かし、そこでクジラに対する上野の思いを聞いて、上野とクジラが会う瞬間を見たいと思ったのが立案のきっかけだったという。上野は、1時間も話した感覚はないんですけど、わら、車に乗るまでの通路でずっと話していましたね、わら、と照れ笑いを浮かべた。 また、ロケ時の印象的な思い出を聞かれると、加藤氏は、上野がクジラに会うためにトータルで20時間も船に乗っていたことを打ち明け、一度も帰りましょうって言わなかったんです。そういうクジラへの思いがあるから、それがクジラに伝わって、出会うべく出会えたと思っていますとたたえ、クジラに影響が出ないように魚群レーダーなどは使わず、目視でクジラを探したそうで、上野が途中から鬼のような形装です。